こんにちは。来た。せーの。どうもせーです。かほちゃんがずっと行きたいと言っていた。高校生に行きまーす。嬉しい。せーちゃんもココス好きなんだよね。自分も寂しいから、中に入りたい。ちょっと待って、ルールを言わせてください。せっかくたまにしか来れないココスなので、ママ、本日1万円を用意させていただきました。カホ、セイ、パパ、ママ、4人で1万円食べ終わるまで、帰れません。1万円はい。結構大変じゃない？いや、大好きなココスだから全然余裕でしょ。ねえ、カホちゃん。ちょっと寒いんですよ。分かんない。すいませんけど、中に入りたいんですよ、ね。1万円よ。もう好きなものを食べていいですからね。オッケー。寒いので。じゃあ入りましょう。はい。あ、寒い寒い。久しぶりのファミレスだね。ギギハンバーガーあった。せーの、大好きなハンバーグ。あー、すごい。ラスカル。しかもこんなちゃんと千ケース。とりあえずまず好きなものから頼んでいきますね。コスパンになった。そのペンケースでギュッてするやつ。そう、もうカホちゃんはこれが大好きなんだよね。じゃあカホちゃんこれいきますか。うん、オッケー。せーちゃんはこれ。せーも同じ。やばい。あ、安い。安いよ。カナダって外食がすごい高いんだよね。安いよ。カホちゃんポテトとかもある。ポテトお腹いっぱいになりそうだな。ちなみに一番高いメニューは何なんだろう。私これいきます。カットサーロインステーキ 260g、 1590円。はい、それが一番高いのじゃないかな。あとはスパイシーフライドチキンも。スパイシーフライド。カホたちはなんか最初のメニューのところにほうれん草とベーコンのバターソテーも。290円だよ。安くない？安いね。こんなん1万円になんないよ。ブロッコリーとベーコンのガーリックソテーも。野菜のワイン蒸しもいいですか。はい。そう、うわパパ、カレー大好きなんだよ。じゃあ私、先ほどのステーキとエビフライカレー食べます。もうパパ気合入ってる。顔たちそれだけで足りるの。ちょっとチェックしていい？いいよ、はい、ママこれビーフハンバーグステーキ A セットにしよう。先生、これ取っていい？パスタ？ビスククリームソース、うまそう。ドリンクバー欲しい人。あそこにあるジュースをピーってしに行けるやつ。はい。じゃあみんなドリンクね。はい。決まりでいいかな？じゃああそこのボタン誰か押して。はい。行きます。はい。ありがとうございます。よし、じゃあみんなでドリンクバーに行くか。ドリンクバー、懐かしくない？覚えてる？覚えてない？覚えてない。バス。はい。あ、ここだってここ。あ、ちょっと待って。どうぞ。え、あった。ああ、ギリギリ。素晴らしい。よし、じゃあ戻ろう。来るのを待ってる間に今の注文がいくらだったかを確認しましょう。結構頼んだよ。あと3000円のキューバ。あと3000円だって。カホちゃんかわいくない？かわいい。せのかわいい。はい。てか、あっという間じゃん。8780円います。ママね、これ食べたかったんだ。1190円のブーケーパフェ、もしそれに約1万円。あら、こんな簡単に終わっちゃっていいの、このチャレンジ。結構でも頼んだからね。こう食べきれるかどうかがチャレンジってこと。美味しそう。ブロッコリー、野菜がいっぱい食べられるのがいいね。でかい。でかい。これにハンバーグも食べるの。これにステーキですね。やばー。もう我慢できなくて食べ始めた。美味しい。いっぱい。いっぱい。めっちゃいい匂いがする。この音フェチわかる？この音。あー、美味しそう。いただきます。言わなかったね、ワンちゃん。いただきます。肉もいただきます。せーちゃんも。来たー。はい、すいません。ありがとうございます。とりあ
ましたよ。金額すでに9493円ですね。おー最後何かを頼めばもう1万円いっちゃうわ。ここにあるものを頑張って全部食べましょう。はい、ジジバジジやってるよ。いい音、懐かしい。あ、大丈夫。久しぶりでしょ。ちょっとじゃあママもお腹すいたんでいただいていいですか。パパもじゃあ、はい、私もいただきます。そうだよね、いきなりカレーのボリュームのすごいこと。おいしい、おいしい日本のカレー。このハンバーグが大好きなんで。行こうか。お願いします。じゃあ切ったついでに私一個食べていいですか。いいよ。きた。このハンバーグ美味しいんだよ、本当に。生地だけで、ソースつけてくれ、ジューッとして。ママも食べたい。いただきます。うまっ。肉々しくって美味しい。美味しそう、エビフライ。うまい。日本に住んでた頃、家の近所にココスがあって、かなりお世話になってたね。一生かわりする人。せーも誰かピンポン押して。もうジュージュー言わなくなっちゃったもんね。でも大丈夫よ、また新しい石持ってきてくれるから。せ、このパスタもすっげえ美味しそうなんだけど。お肉ね、あの、お肉なんです。ありがとうございます。よし、じゃあもう一回ジューするぞ。おっ、うん。めっちゃジューだ。おー、これも楽しいんだよね。皆さんお腹の加減はどうですか。まだまだいけます。パパが結構これカレーがボリュームが。じゃあカレーは別腹。めっちゃうまい。一体どういうこと。ママこのパスタいただいてみよう。うまい。何パスタ。これ、ね、ビスクって言ってエビのスープ。エビのスープですか。エビの出汁が入ってる。うん、美味しい。美味しいでしょ。ちょっとお腹いっぱいになってきちゃったんじゃないの。まだ平気。まだ平気そうだね。パパはカレーとステーキ 260g ですか、ね、お、パパステーキ終わりましたね。ご一緒いただきました。じゃあ次カレー。どう、やばい。いや、カレーはスープ。スープじゃない。いや、相当ご飯入ってたけど。まだ結構ありますね。結構お腹いっぱいじゃない。ママここ完食ですね。ブロッコリー食べる人。パパパパ、手伝ってください。手伝ってください。え、あ、ステーキ、うん、まあ、せ、パスタも食べてるもんね。最後一口で。母ちゃん最後一口いきます。うん、いったー。お腹いっぱいだ。これ出すの肉なの。手で取らないでください。ピュン。せいちゃんも最後の肉いきました。じゃあママほうれん草いきます。じゃあ僕パスタ。え、お、せいパスタいけんの。カホはもうダメ。あ、すごいっすね。あれだけのお肉食べた後に。パパ、あとじゃあこれ。おー、いやー、せい全部パスタ。せいパスタ食べた。ママじゃあお肉1個いきます。はい、美味しいけどお腹いっぱい。ほうれん草はここからずーっと来て。二人も手伝って。いいよ。ほうれん草。マセウェイに行く。ありがとう。協力してみんなで。お肉だ。お。食べたい人。うん、もうお腹いっぱい。何の肉？これ。金は別腹。いったー。食べました。完食しました。93
まだ1万円いってないじゃない。はい、じゃあここから1万円にしないといけないんで、何か頼みましょう。デザート見ようか。はい、今から中華あんかけこれだ。ここにいくら頼まなきゃいけないんだ。507円頼んでください。どうする、これをみんなで分けるか、このやっぱり最後でっかいやつをみんなで。1190円って書いてあるから、結構ゴージャスなやつが出てくると思うんだよね。これがいい。そのご褒美パフェじゃダメなんですか。やだ。これね、知ってた、日本に来ないとね食べれない。カナダに帰ったらねもう食べれなくてね、これを食べたいってなる。だからこれを食べた方がいいの。分かった、日本にしかないからこれを食べないとダメなの。 OK ですか。じゃあみんなでこれを分けようか。はい、はい、うわぁ、でかいね。今食べます。はい、なんか美味しい。美味しい。早物はね、美味しい。でもこのイチゴ超うまいよ。カナダのイチゴはまあまあ野菜だと思ってるからすごいことになってる。手で取っちゃってもいいかも。はい、パパの夏のイチゴ食べて。おいしい。おいしい。おいしいでしょ。どう、おいしすぎ。おいしすぎ。アイスもおいしそう。うん、おいしい。これ食べちゃわなきゃだよ、パパ。なんか出てきたよ、これなんだろう。オレオか。オレオも美味しい。サクサクして。餅。餅？白玉が入ってる。美味しいけどお腹にどっしりくるかも。よし、女子2人で頑張ってこのパフェを締めに入るぞ。カホ。せ、イチゴが出てきたよ。助かった。カホちゃんはもうお腹いっぱいなんだって。それはそうだ。ママが頑張るってことこれ。いや、まあ私マシュマロの時はもう胃のスペースが空いてきた。本当に空いてる。じゃあパパにバトンタッチしていいですか。はい。で最後パパのかっこいいところを見て。はいはい。これさっきのパフェでじゃーん、1万802円になりましたね。じゃあみんなで応援しよう。頑張るパパ。あ、お腹が、これどう、これどう、プレプレプレ。きついでしょ。いや、やっぱり別腹です。てか別腹多すぎじゃない？いちごは別腹。